こんばんは、エウレカです。今回はウータマクロス衣装特別演出コレクションシェリルさんの第30回、確かね42、3あったと思うんです。4まではいかなかったかな、もう少しですね禁断の愛の儀式見てまいります。花嫁が待つ教会の扉が勢いよく開かれ、新郎が姿を現す。今宵教会を舞台に美しくも禁じられし愛の花が咲き誇る。プレート見てまいりましょう。あらエピソードプレートしかありませんよ。これはどうやって解放したんだっていうぐらい、まあまあそうですよね、エピソードこういうこともありますよ。エピソードプレートしか取れなくて、エピソードオーブで無理やり解放するとね、はい、そういったこともありましたよ。プレート間違えたアカウントを切り替えましたらプレートがありました。いやよかった、今宵禁断のちぎりを。美しく端正なマスクに危険な香りを忍ばせ、花嫁を誘う新郎と化したシェリル。すべてを奪い去らんとする眼差しと唇で交わされるちぎりは、まさに禁断の光景と言える。育てておりませんけど、一応、レアリティアップはしております。こんな感じ。モードスコアアップか。なるほどね。正直ね、禁断のエリクシア自体、エウレカさんはそんなにツボではない。つうか、この断層、宝塚とか好きな人はこういうのがいいのかもしれないですね。まあ、かっこいいっちゃかっこいいんですけどね。ナースにメガネ。もうそっちの方に、頭が持ってかれております。これがレアリティアップ前。そして、ゴート。なんかね、曲のね、なんか雰囲気も、なんだろう、ユニバーサルバニーか。あっちの方はね、なんか白と黒分かりやすかったんですけど、これがさよならの翼の方のオープニングかな。白と黒じゃなく、新郎と新婦。なんか、そういう対比で作ったつもりなのかな。ちょっとこっちの方が苦手意識はあります。まあそこら辺はね、好み次第ですからね。はい、楽屋へ移動してまいりました。プレートがないので、背景の用意がしようがなかったので、ナースシェリルの方からプレートをウェディングのシェリルさんを持ってまいりました。衣装は全部持ってるんですけどね、ソワレ・エテル・ネルからの、ソワレ・エテル・ネルからの、結構あるなぁ。セイントグルーム。あ、グルームってバサラ君の衣装でもあったかな。ゾクゾクしちゃうわね。ゾクゾクしちゃうわね。スーツ着ました。見てまいりましょう。まあ、これもあれですか、やっぱ劇中で、激しく動くから、そんなに細かく文字とか模様とかをそこまで刻まれてないとか、そういうパターンではないでしょうか。意外とあっさりしたスーツですよ。はい、マントはありますけど、まあね、小物もまあついてるっちゃついてますけど、そんなにゴテゴテしていることはないです。あ、ちゃんとイヤリングついてますね。反対側にはついていないと。あー、でも 3D モデルで見ると、あー、いいな、かっこいいですね。なんか美少年っていう感じで、いや、いいんじゃないですかね。少年じゃないなシェリルさんですね。全身も見てまいります。ぐるーり回りまして、このやっぱ切れ目が入ってますよね、このスーツのジャケットの後ろってやつは。
はい、こんな感じでしょうか。ではこれで特別演出見ていきます。さあ、禁断のエルクシア特別演出見てまいりましょう。私についてきなさい。これはナースの時はスカル3発進します。スカル3発進します。あ、同じですね。ナースの時もこの後ろに試験管がぐるぐる回ってるのと、あとこの注射器の先っちょからですね、なんかこうエネルギーが放出してるんです。これはねシェリルさん固有の演出になっておりまして、衣装とかね関係なく、おお、空中に浮いてるぞあー、なるほどね、そういうところか。ナースの時よりかはまあパワーアップしたような感じはしますね。ナースの時ね、今見たくね、そのモーション変化は何もなかったので、後ろにこの試験管が出てくるっていうそれだけでしたのでね。まあこの衣装の方が、まあ、ナースと比べるとだいぶ後に追加されたわけですから、まあ演出は追加しないといかんですよね。はい、あ、なるほど、蝶のエフェクトもなんか追加されたっぽいな。ナースの時は何もなかったような気がするんですけど、あ、でね、注射器型マイク、あれはマイクじゃなかったのか、単なるパフォーマンスか本投げてしまいましたね。なんか歌マクロスは投げるのが好きですね。いや、そんなことはないか他のね楽曲でも、ダイナマイトエクスプロージョンか、でもねマイクを投げますからね歌姫が。で、投げてこう画面に当たって画面が割れる的なね、演出もありますからね。あ、ここは変わらずかな。これ後ろの試験管でいいですよね多分ね試験管と、あとなんだっけな、フラスコだ。あ、フラスコではないです。フラスコはなんかあの丸か三角っていうそういうイメージですからね。あの細長いのは試験管でいいですよねきっと。はい、ということで禁断のエルクシア特別演出、まあナースの時よりかはグレードアップしたと。ただ楽曲はね、そうミラーバージョンとかが追加されたわけじゃないんですね。それこそなんだろう、総力ライブガチャとかそんな感じで後で追加された衣装だったのかなこれは。はい、まあいろいろとね、まあそうミラーバージョンとか、あとはアナザーバージョンか、もっともっとね、まだまだ歌マクロス楽曲追加する方法はまあいろいろあったとは思うんですけどね。衣装のネタが尽きた、いやでもそんなことはないと思うな。デルタの方でもねまだ衣装出せたと思いますしね、やっぱ資金的なところなのかな、クオリティが維持できなくなった。はい、まあ何言っても仕方がありませんからね。はい、最後の最後まで特別演出エピソードを見てまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。そうしましたら、ご視聴どうもありがとうございました。